東京都立晴海総合高等学校は東京都中央区晴海一丁目に位置する都立高等学校。都立高校としては初めて総合学科として開校した。東京都立大学晴海キャンパス内にあり、同じ敷地内には首都大学東京の法科大学院が存在している。隣接して位置していた京橋高校、京橋商業高校を統合する形で設立された。 母体の一つが商業高校であるため同じ総合学科で工業高校を前身とする翼総合高校等と比べて商業系の選択範囲が多い。また英語に限らずフランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語などの外国語の授業や芸術系の授業を選択できるのも特徴である。授業のジャンルごとに系列に分化され系列に属する授業から 複数選択可能。系列における授業の選択は2年次より可能になる。3年次になると課題研究と呼ばれる大学における卒業論文にあたるものを作成する。9、東京都立京橋高等学校9、東京都立京橋商業高等学校その後、授業は調べを読み、生徒自身が選択していく。選択できるものは大きく分けて、必修。 必修選択、系列選択、自由選択である。どの種類の授業にも学年ごとに選択可能な科目は異なる。ただし、3年次であれば2年次の授業は選択可能である。組み立ての構造上、極力空き時間ができないようにすることが求められるが、選択次第で空き時間が発生することもある。ただし休憩時間というわけでなく、 図書館などで自習をすることが求められる。ありがとうございます。